さて今回はプロのギアに迫ってみたいと思います。皆さんね、興味のある方は注目のこのコーナーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。全部ヘッドカバーも外しておいてもらったんですが、クラブの中で自分で気に入ってるクラブっていうのはどれかあります？練習するなら僕はいつもこれでやりますっていうと、うん、練習一番するのは8番アイアンですかね。8番アイアンだ、はい、それは長さとロフトのちょうどいい感じだった。そうですね、なんか、うん、あの一番なんか、まあ、よくバランスが取れてるのはこれかなっていう、うん、話をね、言ったこれ4本ウェッジシリーズですよね、はい、58、54、50、46、はいはい、っていうところですね。一番好きなのは54度が一番、これ今は好きかもしれないです。あ、本当、うん、見た目とか含め顔つきとかね、長つき構え、 あと見るとこの4番アイアンっていうのが9番から5番までが、まあ、ハーフキャビティというか、そうです、ですけど、特にこの4番アイアンは少しこうワイドな、いわゆる、そうですね、これはちょっと中空になってて、中空でこれはでもかなり前のモデルで、中古で自分で購入して、うん、あ、そうなの、はい、まあ、水野さん の、 あのアイアンなんですけど、自分で購入して水野さんにあのシャフトとかは組んでもらって今使ってるって感じです。というか中古ショップでは宝があるってことですよね。皆さんだってプロね、もうないから買ってって人いますもんね。4番アイアンとのこの間でこれは20?21 度、この4番とこの21の間って距離は結構あります、そんなんでもない、15ヤードから20ヤードぐらいは空きますけど、でも本当バラバラですね。これはどっちもあの状況によって、あ、距離をうまく作れるんですね、はい、ちょうどまあユーティリティというか両方ね、はい、わざわざ買って、ね、でもこれの好きポイントは、これはあのこういい意味で飛ばない、飛びすぎない、こう今の新しいものってやっぱり進化して、あの飛んじゃうミスが特にこのぐらいの距離ってある。さあここでは平田健先生の、ね、スイングについてお話を聞きたいんですが、はい、練習でよく打たれるとは8番や、はい、でどういう感じでスイング練習をしているのかを自分で解説してもらっていいですか？なるほど、分かりました、はい、どういう感じでスイングっていうのは作っていってるか、ウォームアップを含めて。で、まあ、僕もそのスイング自体で、もう基本的にはバックスイングを意識、あ、バックスイング結構その8番やんでもそこをこう意識しながら振る感じですかね。意識ってその上げるところってことですか？そうですね、上げるそのどこを通って、あのルカっていうのを一番、あ、じゃあバックスイングのこのプレーンをどういうふうに上げるかっていうのが一番大事なポイントでしたね。そうですね、一番自分の、まあ、気持ちいいところというか、変なところに上がってないかっていうのを一番意識して、あのスイングはやってます。じゃあまずアドレスしてトップまで決めたら、この後はどっちかというとあんまりこうガッと足を使うタイプではないじゃない、そんなに。そうですね、この辺は例えばベタ足がいいとか、スイングはそこのまずはバックスイングの上がるプレーン、はい、その後はフォローにかけてどこを気をつけて。インパクトにかけてはこう上げてから、まあ、こう浮いていかないように、できるだけお腹力入れて前傾をキープしたまま打つように意識してます、それは前傾をキープするためにはどの辺を意識するとその前傾をキープしやすいんですか？こう僕はお腹がこう抜けないように、ふわってこうなる、できるだけ力、入ったまま、はい、したらこう上がることないんで、できるだけ力入れて下ろしてくるようにします。これはどこら辺から入れるんですか？トップまでこう上げるじゃない、はい、この下ろすときにお腹にグッて力入れてくるんですか？いや、最初からもう、アドレスの時から、はい、入ってそれがこうここでもこう抜けないように、できるだけずっとキープしたままって感じですね。よくだから昔はこの体の軸とかって、はい、あのここに軸もある感じでね、カチッとね、そうですね、ワンパックね、はい、ここのじゃ力を緩めないで打つってことが大事、はい、その力が抜けないようにこっちも振るんですか？そうですね、あんまりだからフォローのどういう動きしたいとかはあんまりなくて、もうそこからはあの素直にフィニッシュまで行くって感じです。一連流れで、はい、やっぱり体幹って大事なんだね。そうすると見ててあんまりこう持ち上がらないというか、体がこうねしっかり正面向くときに、あんまり健さんこう足は右があんまり、そうですね、元から足はどういう感じで使ってるの、はい、足っていうのは、足は元からの、まあ、癖で僕は、あのこうベタ足なんで、あんまりあの右足をこうとかは意識はないんですけど、でも
あの本当こうは来ないように、やっぱりどっちかって言ったらこう左足に寄っていくように、こういう風なスイングにはならないように意識してます。